や民俗芸能、美しい海岸線を線路で綴る山陰線。ひなびた地方色と現代が溶け合う沿線の景色は山陰線の最大の魅力です。米子、増田を経て下関の手前、波多部まで 675.4 キロの路線です。今に見えております橋梁は保津川です。この付近を保津橋という。京都を出た山陰線の列車は保津川が刻んだ渓谷に沿って走ります。丹波高原の水を集めて流れる保津川渓谷の川下りはここの名物。保津川下りの鶴居とその景色の美しさはまだ格別だと言われております。有名な余部橋梁、明治44年に作られた古い鉄橋で高さが41メートル50センチもあり、橋脚のある鉄橋としては日本一の高さを誇っています。鳥取駅からバスで20分のところにある鳥取砂丘は東西16キロ南北2キロの大砂丘。海線が一緒になる米子は山陰の鉄道の要。駅前にはかつての王者デコイチが保存され、山陰線は本州で最後まで SL が走ったところ。米子機関区には機動車特急のヤクモ、アサシオなどが集まります。市場あふれる風景、この町には日本の古い伝統が今も生きています。山陰地方と東京を1日1往復走る寝台特急出雲号は山陰線で一番古く伝統あるブルートレイン。東京から出雲大社へお参りする人にもこの特急出雲号がよく使われ、大変な人気者です。出雲大社は結婚の願いやそのお礼にお参りする人たちの足が絶えません。山陽線の
の小郡へ向かう山口線の分岐駅、山陰西部と山陽西部を結ぶ交通の要です。この辺りの海岸は美しさで有名。九州と山陰を結ぶディーゼル特急松風号は山陰海岸のクイーン。萩は武家屋敷の赤土の土塀や焼き物のふるさととして知られ、松陰神社にある松下村塾は吉田松陰の名とともに建物がそのまま保存されています。山陰の海辺を西へとたどった山陰線は、福泉殿下の大動脈山陽線に合流して旗部駅へ。この旗部駅は山陰線の終点。山陰線の列車は全てここから山陽線に乗り入れて次の下関へと向かいます。本州最西端の駅下関、平家滅亡の歴史をとどめる壇の浦があり、たくさんの大型船でにぎわう港町です。都市を縫って関西と中国西部を結ぶ山陰線は、年間7000万人の足として重要な働きをしています。